はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん突然ですが、ドライトロンというデッキは好きですか？正直ドライトロンって嫌いな人が多いと思ってて、これなんでかっていうと、結局あの悪さしてるアルティメットデクレアラーっていうこいつね、これがいけないと思うんですよ俺。こいつがいけないだけで、ドライトロンってすごく素晴らしいデッキだと思うんですよね僕は。まあ正直ドライトロンデッキちょっと触ったことなくて、マスターデュエルで初めて触ったんですけど、これ素晴らしいデッキだと思わないか、この儀式サポートとして。あとメテオニス DRA クソかっけえじゃん。もうね、アルデクは正直俺も嫌い残念ながらこのモンスターは、まあもちろんね、使ってる人を批判してるわけじゃないですよ、強いから使うのは当然ですよ。ただやっぱタイバー拒否しすぎっていう話があって、俺もそんな好きじゃないんだけど、このモンスターかっけえし、ドライトロンのギミックは素晴らしいと思ってる。だから今日はアルデクなんてなくてもドライトロンで戦えるんだよっていうことを皆さんにお伝えしたいと思って、まあ、なるべく純正に寄せた、まあ、純正っていうのかな、あのドライトロンデッキをあの組んできました。はい、このデッキは本当に素晴らしいですね。はい、でどういう、ギミックかっていうと、あのドライトロンって、この下級モンスターのレベル1のね、モンスター君がいるんだけど、あの特殊召喚しかできなくて、通常召喚できないんだけど、こいつらをめっちゃ場に並べて、でそれぞれの効果を発動して、で儀式モンスターとか儀式魔法を持ってきて、儀式するっていう。で儀式もちょっと変わってて、メテオニスドライトロンという儀式魔法なんだけど、攻撃力の合計を儀式召喚するモンスターの攻撃力以上になるように手札フィールドの機械族モンスターをリリースして、手札、墓地から儀式モンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんですよ。だから、いわゆるそのリリース素材っていうのを、レベルに合わせる必要なくて攻撃力で合わせればいいっていう、これが非常に優秀ですね。で、まあこういう効果はだいたいですね、バンアルファとかアルゼンとかいろいろ強いのはいるんだけど、共通効果で基本的に自分も特殊召喚できるんだけど、手札か墓地から、手札、フィールドからこのカード以外のドライトロンモンスターまたは儀式モンスターをリリースすると、手札墓地から特殊召喚できますっていうのが共通効果で、その後なんちゃらかんちゃらみたいな、ここが固有効果で、バーアルファだったら儀式モンスターをサーチできるし、アルゼータだったら儀式魔法をサーチできるし、まあ、これマンジュードゴッドとかセンジゴッドみたいな感じですよね。それからエルガンマだったら、墓地からドライトロンを特殊召喚できるし、ルタデルタだったら儀式モンスターか儀式魔法を見せると1枚ドローできるよっていう、そういう効果を持ってるんですよね。だからここのモンスターたちをうまいこと場に並べたりとかして、まあ素材を供給しながら儀式をサーチして、儀式召喚していくっていう、そういうデッキになってますね。でこの下級モンスター以外にもサポートカードがいくつかあって、まずねこれが強いんだよね、ドライトロンファフミューベーターっていうエクシーズモンスター、レベル 1×2 で作れて、まあ、要はドライトロン2体並べればできるよっていう感じなんだけど、エクシー召喚成功するとデッキからドライトロンカードを1枚を墓地に送ることができる。要は儀式召喚するモンスターを墓地に送って墓地から儀式召喚する もできるし、あと足りない方のね、例えばバーンアルファとアルゼータはあったけど、次じゃあルタデルタ墓地を送りたいっていう時にルタデルタは墓地を送るっていうこともできるし、あと儀式魔法がないっていう時に、儀式魔法を送って、回収するっていうこともできます。これこのメテオニストライトロンっていう儀式魔法が墓地に存在すると自分のフィールドのドライトロンモンスターの打点を下げて、手札に回収するよっていう効果を一応一旦に一度発動できるんですよ。だこれで儀式ない時に一応ケアができるっていう感じですね。これが非常に強い。でリリースするモンスターは何でもいいんだけど、まあ、一番アドバンテージを稼げるモンスターはこの弁天ですね。はい、弁天はリリースされると、デッキから機械族、機械族じゃない、天使族光属性を手札に加えるっていう、弁天で弁天も持ってこれるから、アルゼータとか、まあ、バーンアルファのコストがどんどんなくならなくて、要はノーコストでサーチできるみたいな感じになりますし、でそもそも弁天が、光属性天使族持ってこれるんで、デクレラディバイナーを持ってくることができるから、これエクストラデッキからね、アーデク送ると儀式モンスターまたは儀式魔法をサーチできる最強モンスターで、しかもレベル6の中段になれるんで、6と6で弁天とディバイナーを並べて、まあよくやるね、パーデックで出すためによくやるベアトリーチェとかも出せますし、アルティマヤツヨリキンも並べられるんですよ。これ中段なんで、中段レベル6と弁天でアルティマヤツヨリキン新境召喚して、でクリスタルウィングをカードをセットすることによって出すっていうこともできるんで、これ非常に強力なコンボですね。それからレベル6のチューナーとレベル1のモンスターが並ぶこともあるんで、レベル7の新境召喚ができるんですよ。
なんで、まあ、ブラックローズとか、月下流とかですね、高校あったらブラックローズ結構強いですし、あと先行あったら結構強いこのフォーミュラーストレートライトニングマスターっていう、マジックトラップカードの効果をレベルを2個下げることによって無効に打開するよっていう効果なんで、このカードとかを入れとくと結構ね、ドライトロンってね意外と魔法トラップに弱いので、まあ、それをケアできるっていう感じですね。で、肝心のエースモンスターは DRA、 これがねめちゃくちゃかっこよくて強えの、十分強いんだよこのモンスター、本当に。効果読んでいきますね。フィールドのこのカードは相手のモンスターの効果の対象になりませんと。まず効果対象の耐性で、さらにこのカードの儀式召喚成功したモンスターのレベルの合計が2以下の場合、要はだいたいメテオニス DRA を出すときにはバンアルファとかアルゼータとかを巻き込んで、儀式召喚していくんだけれども、こいつの儀式召喚に成功した、素材がレベル2以下の場合は、特殊召喚された相手モンスター全部に1回ずつ攻撃ができる。強いよね、プルガトリオみたいな感じだわ。で、相手のターンに攻撃力の合計が2000または4000になるように、自分の墓地からモンスターを除外して、2000につき1枚相手のカードを墓地に送るっていう効果もある。2枚まで墓地送れる。これね、素晴らしいんですよこのモンスター。相手のモンスターの効果にならない、全体攻撃できる、さらに、相手のカードを相手ターンに墓地を送るっていう素晴らしい能力を持ってるんですよ。十分強いんですよこいつは。これは素晴らしいです。このモンスターを活躍させたくて今回のデッキを、まあ、組んできたまであるんですけどね。あと QUA は、まあ、DRA と同じような感じで、実施できるんだけども、魔法トラップカードの効果が対象にならないっていう効果と、あと、儀式召喚したら相手のフィールドの魔法トラップカードを全部破壊するっていう効果持ってます。はい、まあ、全体攻撃のところが魔法トラップ全部破壊になってる感じですね QUA は。で、儀式召喚したこのカードが破壊されたら自分の墓地から、攻撃力の合計が4000になるように、メテオニス QUA 以外のドライトロンを特殊ができるよっていう、まあ要は後続を用意するっていう効果を持っているっていう感じですね。この2体のモンスターをなんとかして出してぶん殴っていくっていう、そういうねデッキですね。で、一応、他にも攻撃力で儀式できるんで、これ何でも出せるんですよこの儀式魔法は。別にドライトロン以外でも出せるんですよ。なんでカオスマックスとか、ダキニとか、それからナサデイアとか入ってるんだけど、これはもうほんと自分の好きな儀式モンスターを入れてください。これね、素晴らしいのはこのデッキ儀式サポートなんで、マジで何の儀式モンスターでも出せるんですよ。だから自分の好きなモンスターを出していけるっていうのが本当に素晴らしいところです、ドライトロンデッキの。はい、で、あとは安定感を上げるためにね、エマージェンシーサイバー、これ全部再生できるんですよ。これエマージェンシーサイバーで、エマージェンシーサイバーとか、あと、ファフニールね、ファフニエルで、ドライトロンノーバー持ってきて、ドライトロンノーバーで、なんかドライトロンを出してくれるんで、これが入ってるというのは、もちろんディッシュマホも差し切るんで、この辺が入ってる。あとは、金マンネケンガツボですね。これあんま、なんだろう、使うことがないというか、これなくても意外といけるんで、別になくてもいいかなと思うけど、ここだから誘発とかにしてもらっても、なんか個人的にいいかなと思ってる。まあ、あんま事故んねえかな、このデッキ。サーチが多いからね。はい。っていう感じですね。で、エクストラは一応ファフミューベーターがナンバーズ以外のモンスターなんで、ナンバーズ以外のモンスター2体に並べられることが結構多いんで、未来竜王と未来王が入ってるっていうのと、あと、素材がなくなった時に上に重ねて、ダルナードからのアーゼウスっていうのができるように一応そのギミックが入ってるっていうのと、あと1体でリンク召喚できるようにリンクリボーが入ってるっていうぐらいかな。うん、まあ、使ってみていただければこのデッキの凄さはわかると思う。アーデックはやりすぎだと思う。ただこいつなくても十分強いから、ぜひね対戦をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。アルデックなんて必要ねえっていうところをね、見せていきたいというふうに思っております。さあ、墓穴があるんでウララもゾウジーもケアできていますよ。さあ、テラフォーミングの効果を発動。テラフォーミングの効果により何らかのフィールド魔法を手札に加えるがよろしいか。なんかあるね。とりあえずパフニールで、パフニールちゃんはまあ強くてね、これフィールド魔法なんだけど儀式魔法のね、効果無効化されねえっていう強いでしょ。デッキからドライトロンノバーを手札に加えるって、ノバって書いてあるカード大体強いからな。サイバードラゴンノバ、思いつかねえや2枚目思いつかねえや、ドライトロンノバを発動。ドライトロンノバの効果によりルタ以外のモンスターを出せばいいんだな。まあ、これはさすがにバンアルファな。バンアルファしかねえな。バンアルファを特殊召喚。そして、ルタデータを
の子、あ、先にこれあれか、リンクリボーじゃないか、リンクリボーの子が発動、リンクリボーの効果によってバンアルファを墓地の国一体でリンク召喚、現れよリンクリボー。そして墓地で存在するドライトロンバンアルファの効果を発動、バンアルファの効果により手札に存在するルタデルタを墓地の国、このモンスターを守備表示で特殊召喚、そして特殊召喚に成功したバンアルファの効果を発動、バンアルファの効果によりサイバーエンジェルベンテイも手札に加えていく、いそして墓地に存在するルターデルタのモンスター効果発動、このモンスターを墓地より特殊召喚していく、ベンテイをリリースすることによりなんと爆アドバンテージを稼ぐことができる。さあおっと、なんかなんだあれ、まあ、増人だったら投げていますから多分うららですね、これ多分うららだと思います。サイバーエンジェルベンテンをリリースしたことによって機械離属性転移速モンスター1体を手札に加えるという効果を持っている。これによってデクレアラーディバイナーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてデクレアラーディバイナーを召喚、デクレアラーディバイナーを召喚し効果を発動、デクレアラーディバイナーの効果により儀式モンスターまたは儀式魔法を持ってくるモンスターを墓地に送ることができる。これによってアークデクレアラーのモンスター効果を発動。さあアークデクレアラのモンスター効果によってこれは弁天でもいいのか、これはどっちがいいんだ、これ DRA 送んねえとダメだ、これ DRA 送んなって DRA が出ねえ。このデッキはドライトロンデッキ、そして俺はレベル1のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシード召喚ドライトロンファフミューベル、ファフミューベルの効果発動、このモンスターがエクシード召喚に成功した場合墓地に何らかのドライトロンカードを送ることができるぜ。これによってアルゼーターを墓地に送らせてもらおう。そして墓地で存在するアルゼーターのモンスター効果発動、アルゼーターのモンスター効果によりメデオニス DRA を墓地に送り、このモンスターを特殊召喚。さあそろそろ投げろ、うらら、来た来た、これおい待ってたぜ、ほい消えろ幼女、幼女を抹殺、幼女を抹殺する指名者により幼女はこの世から消え去る。そして俺のルターデルターは通る、このモンスターを特殊召喚しながらカードを手札に加えていく、これによりメテオニスドライトロンを手札に加えていくぜ。そしてレベル6シンクロする前にさっき儀式じゃねえこれ、さっき儀式して下げて回収してからだ。メテオニスドライトロンの効果を発動、攻撃力の合計が儀式召喚するモンスター以上になるようにドライトロンモンスターをエクシーズストライから墓地に送り、そうパフミューベーラーの効果によってこのモンスターのエクシーズストライは儀式のストライとして墓地に送ることもできる。現れよドライトロンメテオニス DRA、 かっこよかっこよ、マジかっけえこのモンスター、守備表示だったらまあ、いいや守備表示だったらまあ、いいや、メデオニスドライトロンの効果を発動、メデオニスドライトロンの効果によりドライトロンアルゼーターの打点を下げてこのカードを回収し、さらにレベル1のなんかなんちゃらかんちゃらメデオニスどうちゃらこうちゃらにレベル6のデキュラルディバイナーをチューニング、シンクロ召喚フォーミュラーアスリートライトニングマスター。このモンスターは一旦一度魔法トラップカードの効果を無効にし破壊することができる。いいえ、さあお前のターンだぞ、これでまあ特殊召喚する人もねえしな、これでエンドか、これでエンドだな。さあお前のターンだ、今俺の妨害は、魔法トラップカードの効果を1回無効にするというモンスターが1体、そして、表側表示のカードを2枚まで墓地に送るという効果を持っている、およそ最強と言っていいだろう。さあお前の敵は何なんだ、アルデクランっていうモンスターは必要ないんだな。あ、プランキッツや、やばい。プランキッツ確か、これあれだよな。なんか、ちょっと待って、それ、まあいいや。これはよくて、え、待って、これさ、ちょっと待ってね。これさ、1体でさ、なんかさ、あれですよね。なんかリンクしなんかめっちゃ、リンクモンスター、素材としても、そうだね。素材としてもうちょい言われたらなんかめっちゃ出てくるみたいなやつでしょ。え、これリンクさせちゃいけないんじゃない、これもう。これもう墓地送った方がいいのでは。リンクさせたらなんか世界終わるみたいな話あるよね、これね。行くしかねえ、ドライトロンメテオニス DRA の効果を発動、 DRA の効果により
こっちかな、モンスタークエスト、こっちだね。これとこれとか言ったらいいのか。これで君ちょっとどっか行こう、墓地おかしものて、墓地におかしものて、どう、墓地におかしものて墓地に送らせてもらえないんだけど、いい？ブランキッズの大暴走、これは自分が相手のメインフェーズに自分の手札フィールドからブランキッズ融合モンスターカードによって決められた融合さえモンスター墓地を送る、やばい、止めざるを得ない。フォーメルアスレートライトニングマスターの効果を発動、マジックカードの効果をレベルを2つ下げることによって無効にして破壊する。よし、お前に融合は絶対にさせない、どっか行け、うっ、よーし、止まれ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 、止まるんじゃねえぞ、うるせえ、融合まだ動くのちょっとまだ動くの、ちょっとやめて、いやほんとやばい。なんかプランキッツらなんかサンダーボルトめっちゃなんか打ってくるやついたよね、なんかサンダーボルトひたすら打ってくるみたいなさ、なんだっけな、なんかテラスハウスみたいなやつ、テラスハウスみたいなやつがいて、なんかそいつでなんかサンダーボルトめっちゃ打ってくるみたいな効果を持ってた気がする。やばい、誰ちょっとわからん、お前誰や、お前は誰や、このカードを移動します。移動した場合に先ダウン直接攻撃できる、リリースして、うわ2体も特殊ができるの、いや強いやんけ、ふざけんなよ、終わったか、これまたこっからリリースして2体出てきてリンク召喚から入られるやつか、おいやばいぞ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 、俺はもう妨害を持ってない、まずい、これはやばいんじゃねえか、終わったのか、こっから動いてくるってことある、いや相当妨害したけど今俺、止まってください、お願いします、もう勘弁してください、この盤面返されたら俺泣いちゃいますまあでも死者蘇生一応使えるから、一応なんかモンスター生き残ればギリなんとかなる気はするんだけどな、コストがなちょっとないんだよな、まあちょっとレベルだけ下げとくか、ちょっとうるせえなこのチェーン、レベル下げたところなんか、まあ、何も起きない気がするけど、一応レベル下げとくか、特殊化したモンスターのレベルをね1個下げるっていう効果があるんだね、このモンスターじゃねえ、間違えた、このフィールド魔法にはまあ、あんま関係ない気がするけど、一応そのこの効果で あれですよね、ケルビーニのリンク召喚とか阻止したりとかいうのは一応できます、まあ妨害にもなってる、一応ねレベルが合わなくなるから相手が、はい、一体で、こっからなんか階段式リンク召喚が、行われるっていうことだけは知ってる。リンクサイになるとなんかプランキッズはなんか効果発動しながらデッキからなんか違うプランキッズ出すみたいな、なんかヤバすぎる効果いっぱい持ってるんだよね、なんかひたすらにリンク召喚が伸びるみたいなね、はいはい、やばい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 、ちょもうやばい、止まれよ止まれ止まれ、エンド、やった、止まったぞ、よし来た、止まってやがる、これなんだ、プランキッズ3枚を対象に取ってそのカードをデッキに加えてシャッフル、あなるほどね、でそれは別にいいよ、そんな効果どうでもいい、よしよしよし耐えた、よし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 、これ相手ターンなんかなんもないでしょ、もうなんもないですよねこれね、ってことは俺はもう自由奔放にやんちゃにおてんばに動いていいっていう話ですねこれね、なるほど、とりあえずファフニールは発動だな、ファフニール張り替えで発動時の公開処理としてドライトロンカードを、何お前は誰や、相手ターンにカードリリースしてリンクモンスター以外の自分の墓地のプランキスモンスター2体を対象に取って、そのカードを手札に加えるという効果、まあそれはいいよ、でまたこのターンは、プランキスが効果高いされないという効果ね、あとはもう合図を突破すればいいわけね、全然問題ないですね、一切問題ありません。ちなみになんか速攻魔法のさ魔法カード伏せなくてよかったのかな、まあどっちにしても伏せてても無効にできますけどね、ライトニングマスターで、はい、まあ、とりあえずドライトロンノバーを手札に加えて、でドライトロンノバーを発動、ドライトロンノバーの効果により何らかの儀式、ドライトロンモンスター一体を特殊召喚、これはルッタかな、あるかな、まあどっちでも同じか、結局出せるから、メテオニス、あドライトロンファフミューベルが出せるからあんまり関係ねえな、でコップ切っちゃって、でペッペッペッペーってペッてやって、でデッキから手札に最強カードを加えて、はい、サイバーエンジェルバンテンで墓地に存在する、アルゼータよりもルタデータの方がいいか、儀式魔法あるから、こっちでいいね、
で弁天をリリースして再び特殊召喚、そして特殊召喚成功時技術魔法を相手ミススキルとワンドロー入れることができちゃう。ひょい、あ、カオスマックス来た、強い。で、エンジェルの効果発動してダキ持ってきてよし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 、分からせることができるぜ。そしてちょ、何でもできんなこのデッキ、やばいな、ひたすらに何でもできんな、マジやべえなこのデッキ。でこうして、でさらに手札に加えていく強すぎて草で、ですね、2体でエクシーズ召喚、これはレベル1のモンスター2体でオーバーレイ、ネットワークを構築、エクシーズ召喚、ドライトロン、ファフミュー・ベル、ファフミュー・ベルの効果と、ファフミュー・ベータの効果により、再びメデオニス・ドライトロン、あ、これ、あれ、ルタ・デルタもなんか落とせるの最強か、まあ、QUA ちょっと出したいんだけど、QUA 出してる暇ないかもしれない。メデオニス・ドライトロンを発動、メデオニス・ドライトロンの効果により、攻撃力がなんか、いい感じになるように、技術作用、墓地のくるぜ。俺は、アルゼーターと、それから、バンアルファを墓地に送り、儀式召喚、現れいでよ、サイバーエンジェル、ザッキーリ。そして、ダケニの儀式召喚成功時、効果発動、お前がお前の手で、お前のモンスターを墓地に送りな、お前がお前の手でお前のモンスターを墓地に送れ。そして、なるほど、これは先に回収した方がいいですね。メテオニスドライトロンを、攻撃力を1000下げて回収し、さらに同じランクでナンバーズ以外のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れよフューチャーナンバーズゼロ、未来王ホーアップ、そして未来王ホーアップ1体でオーバーレイネットワークを再構築、フューチャーエクシーズチェンジ、未来竜王ホーアップ強っくそ、これカオスマックスも出せねえのか、カオスマックスワンチャン出せそうだな、カオスマックスワンチャン出せそうだけど、ちょっと微妙だな、ちょ、いいよこれ投げたら勝ちか、いけダッキーリドン、いけ未来リオホブレダイレクトアタック、いけメタモンジドライトロン DRA ダイレクトアタック、 DRA DRA DRA、このデッキ神デッキだな、アルテクなんていらんかったんや。さあ反動はなかなかか、いやーでもそうでもねえな、バンアルファ、あーでもなんかこれドライトロン2体にアクセスできるのちょっと痛いですね、まあ行くしかないでしょう。まずは、サイバーエンジェル弁天をリリースし、バンアルファを特殊召喚、バンアルファの効果を発動、バンアルファの効果により、お、なんもねえぞ相手、なんもねえのか、なんもねえのか、これ DRA 持ってこないと DRA 出せないか、これ DRA、 でもそもそも DRA 出せないか、これやばい、ちょっと待ってあれ、あーちょっとドライトロン足んなくて、これもしかしたら DRA 的なモンスター、これ出せないやつ、これ終わってる、これこの反動やばくない、デクレアラーで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 、まあ、これ1回デクレアラー、デクレアラーあるのか、デクレアラーあるのか、まあ、じゃあ弁天か、弁天で、1体でリンク召喚しても意味ないもんな、これデクレアラー出すしかないね、これタクシー、これタクシーパティンこれタクシーするしかないやつ、もしかして、デクレアラーディバイナーの効果を発動、デクレアラーディバイナーの効果によってアークデクレアラーを墓地に送り、アークデクレアラーが墓地に送られた場合の効果を発動で、これで儀式魔法を持ってこないと儀式1ミリもできんから、まあ、メテオニスで持ってくるじゃないよね、ほんでドライトの2体になってダメなのか、なるほどな、ではですね、これはメテオニスドライトロンを発動、ちょっと妥協展開になりますが、あフィールド上のこのなんか謎のモンスターをリリースしてペラッとやって、こっちでいいのか、こっちでもいいな、あんま変わんねえか、あんま変わんねえけど、まあ、これでいいや、で、あ変わるわ、リンクリボールからで、こうして、はい、
で、チューナープラスチューナー以外の、あ、これあれか、先に回収して、あ、いいねいいねいいいいいいねいいねいいよ、今のところいいよ、今のところアドソンはそんなにしてない。そして、レベル6のチューナーとレベル6のヒチューナーでシンクロ召喚でもシンクロだこれ、アルティマヤツヨルキン、赤き竜の技よ勝利をもたらせ。そしてカードを1枚セット、どっちだろう、どっちだろうな、こっちかな、カードを1枚セットで、セットした場合アルティマヤツヨルキンの効果発動、ヘイタクシーヘイタクシーって言ってクリスタルウィングが出てくるよし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 、ワンあるで、リンクリボー、いやこれ妥協展開だけど、こここうするしかないね、はいはい、オッケーで、これで、まあ、次のターン一応弁天とバンアルファからちょっと若干動けるから、まあ、これで頑張るしかないかな。ちょっとできればですね、もう一体ドライトロンが欲しいですね、何らかのね、まあ、ベアトリーチェ入ってないとこうなるんですけど、まあ、仕方ないかなっていう、まあ、ベアトリーチェは入れてもいいかもしれないな、ベアとは1枚入れてもいい可能性はある。なるほど、ハーネよ、てかこれベアと入れた方がいいな、ベアと入れてくるわ、その要はからモンスターの効果を無効にさせてもらおうか、クリスタルウィングシンクロドラゴンのモンスター効果発動、相手のモンスターの効果を無効にし破壊する、そして破壊したモンスターの攻撃力分、このモンスターの攻撃力をアップさせることができる。よし、烈風のクリスタロスエッジって言ったっけ、攻撃名、おっとなんだ終わりか、おっとおっとろっと夏だぜ、俺のターン、ドロー、オロマイ、なるほど、あ、オロマイはまあいい、オロマイはまあいい、まずはハーピーの羽暴起を発動、ハーピーの羽暴起の効果によりお前のフィールドの魔法トラップカードは破壊させてもらうぞ。なるほど、マシンナーズオーバードライブ、なかなか強そうじゃねえか、これなんかあれじゃなかったっけ、なんかあのマシンナーズなんか出してくれるみたいなやつじゃなかったっけ、バンアルファの効果を発動、バンアルファの効果によりサイバーエンジェルベンテンをリリースし、このモンスターを墓地より特殊召喚増時、あ、無効増時無効にできるの強クリスタルウィング増時無効にできるの強よし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 で、でそしてデッキからカードをお手札に加えるぜ、これはまあもう一回ウェッテンでいいか、ウェッテンでいいな、そして俺はベンテンの効果も発動させてもらうぜ、ベンテンの効果により光属性転速モンスター1体をデッキから手札に加えるという効果、おっとなんだそのオーバードライブとかいう効果は、何ですか、シャックルしてアンドローですか、ああいいですよ全然構いません、どうぞ、これでウララでも引きに行くのか、まあなかなかきつい場面だな、大丈夫か、とりあえずデクレアラーディバイナーをお手札に加えていくぜ、大丈夫だ、アルティメットデクレアラーはあの入ってねえからな、ちなみに今ルーム戦で撮影一応してるんですけど、ちゃんとしたデッキで来ていいよって言ってルーム戦で撮影してるんですけど、これランク戦でやると一個弊害がありまして、この撮影がこのデッキ、あのね、みんなアルティクだと思ってサレンダーされるんですよなんかね、バンアルファ効果って言った瞬間に超高速でサレンダーされるんですよ、だから寄って最強です、この時寄って最強、ランク戦では撮影になりませんでした、なんでかっていうと2秒でサレンダーされるからです、俺アルデック入ってないんですよ、俺アルデック入ってないんですけど、なんかアルデック、あ、なんでクソかアルデックが試練みたいな感じで即サレンダーされるんで撮影になりませんでした一切、はい、っていうことだけ言ってますねやばいでしょ、やばいですよ、まあこれは一回ファフミベルです、ファフミベル、俺は2体のモンスターでエクシーズ召喚、現れいでよドライトロン、ファフミュベル、そしてファフミュベーターの効果発動、ファフミュベーターの効果によってエルガンマーを墓地に送らせてもらって、そしてエルガンマーの効果先発動していいですか、いいですね、エルガンマーでいい、あ、いねえわこれ、先実機しか、これ素材蘇生する先いねえや、あ、だからあれか、手が、わかったわかったわかった、こうだ、これリリースするんだよ、ペッてリリースして、はい、でエルガンマ特殊、特殊召喚成功し効果発動、墓地に存在するアルゼーターを特殊召喚で、よし
そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ファフミューベル。そしてファフミューベーターの下敷きになっているモンスターはちなみに儀式スターにできるっていうぶっ壊れ効果を持っている。これによって俺は墓地に存在するドライトローンメテオニウス DRA を儀式召喚させてもらうぜ。俺はファフミューベーターの素材をペッて切ってペッて切ってはい儀式召喚デロアイトロンメテオニウス DRA。 かっけーかっけー、このモンスターやばー、このモンスターやばすぎでしょ。でメテオニスドライトロンの効果を発動、打点を1000下げることによりこの儀式魔法は回収することができる。そしてナンバーズ以外の同じランクのモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚フューチャーナンバーズ0未来王ホープ。そして未来王ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築フューチャーエクシーズチェンジフューチャーナンバーズ0未来竜王ホープ。くそ強え、このデッキ最強や。これちょっとイザラもイザラじゃねえや、ナーサテイヤも出すわ。パッて切ってはいで出してほいでデッキから手札のカードを手札にも加えていく。そして手札のマジックカードメテオニスドライトロンを発動。メテオニスドライトロンの効果によりもちろん必死召喚するのはサイバーエンジェルナーサテイヤ。俺は一体のモンスターをリリースし儀式召喚現れよナーサテイヤ。このモンスターは儀式モンスターへの攻撃を一生無効にするという効果、そしてライフポイントをめっちゃ回復するっていう効果、そして墓地から特殊召喚しながら相手のモンスターをパクるっていう効果を持っている。いくぜバトルフェイズ、いくぜ未来竜王ホープで誰かく、うわクリスタルウィングリップのクリスタルステッチ DRA 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 くっそ強いこのデッキ最強じゃない、まずドライトロンって神デッキだわ。いや先行取られると意外ときついみたいな話はあるよこのデッキもね。ええ誘発入ってねえし禁じられた人しずくでなんとかなります。魔界発厳選行きデスガイド、なるほど今んところ初動は最強みたいな話ありますね。さあこれで何が出てくるんですか。グラバースニッチ、あーなんかそこそこやばそうだねこの動きしてくるデッキ結構大体やばいっていう話ない。ケルビーニ OKOK でレベル3モンスターもうちょい送るのね。何送るんですか。ちょっと原因だけやめて、原因だけ送るのやめて、やめてやめて、原因送るのやめて、やめて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 、やばい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 よこれ、これをしかしてやばいやつ。はい終わったこれ遊戯王の闇だろ、これ現代遊戯王の闇でしょ。おかしいもうこの人絶対おかしい。ご説明しますね、今何が起きてるか。一応このカードの素材の数によってまあ効果異常あるんですけど、1つ以上戦闘打開されませんよ、2つ以上攻守が500、1500アップしますよ、3つ以上他のカードがかけませんよ、4つ以上相手はモンスターを召喚投資ができませんよ、5つ以上一旦に一度相手フィニのカードを破壊しますよっていうね。はい、何の効果も受けない相手の召喚特殊召喚を封じる、ゲロヤバモンスターが爆発しました。はい、はっきり言っていいですか、このターン僕、何もやることがありません。はい、カードを特殊召喚することも、なんなら今通常召喚できるモンスターいないのでセットすることもできません。はい、これが現代遊戯王です。いややっぱ遊戯王って神ゲーだわやっぱ遊戯王って神ゲーだ。ああ相手に何もさせねえ、お前と会話はしたくねえ、ようこそ遊戯王マスターデュエルへ。